ありがとうございます、こんにちは、クラムボンです。あ、こんばんはですね。もう6時過ぎてるね。ちょっと先にボーカルおしゃべりなので喋らせてもらうんですけど、昨日クラムボンのライブがありまして、クラムボンのライブに行った次の日にクラムボンのライブが自分でやると、そんなね嬉しいことはないですよ、楽しかったね、汗ダックダックです。すごくね楽しいんですよ、もうやばい、どうしよう、温度差がありすぎる。そんなことないですよね。でも、なんか上の名前が書いてあるじゃないですか、今日出るバンドのコピーバンドの、なんかクラウンポンって書いてあるんですよ。あ、ピーズもなんかピースになってる。お笑いになってる。クラウンポンでしょ、確か。田村パンみたいな。ロスもなんか違う感じなんだっけ？オッソみたいな。あ、オッソ。オッソ。オッソ。なんかどうなんですかね、今日は9月定期ですよ。定期ライブはそっか、前に数えると2月定期以来じゃないですか、多分うちらは、だから新入生が入ってきて初の定期ライブが多分今日になると思うんですけど、滝島くんとかいないんですかね。一応1年生の方に一応いつもこんな定期ライブを行っております。まあ、うち2月と9月ぐらいしかライブハウスでやんないですね。それ以外、あれそうだっけ。いやでもそれ以外はなんかいろんな口実があるじゃないですか、新刊とか そうあ追い込んとか。でも新刊とはまた違った雰囲気だよ、出るバンド数もあるけど、単純に見てる人数も違いますか。そうだね。マサトシは何かあるの。え、俺なんかあります。いや多分俺のこと知ってる人あんまいないから、俺が喋るとはなんか、え、俺なんか紹介するよう な彼は中山雅俊君といって、軽音の期待のホープで、そうですね。いや別に、はい、え、いやもう2年なんであれかなと思って。身長174センチ、上から84、58。それは分かんないですけど。好きな趣味は何か。趣味はまあそういうなんか、いやもうちょっと、え、あ、やりますか。すみません、やりますか。あんまり人前で言うようなあれじゃない。まあそうですね、はい、じゃあ始めますよ。まさとし、よく頑張った。続いてクランボンの中でもアップテンポな盛り上がってほしい曲です。やります。
ょっと思わぬハプニングが起きたんですけど、みんな聞いてくれますか？左足の薬指がつってしまいました。いやでも どうしたらいいんですかね。どうしよう。さっき俺もね、シロップの時にね、左足つったんですよ。あ、そうなんだ。そう、それなんかこれ流れあるな。次はちょ、あ、全部映ってきた。ではあ、いやちょっとなんかよくわからんのだけど、いろんな指がつったりするんですけど、ちょっとよくわかんないんですけど、次で最後の曲になります。あれ少なかったかな。次で最後の曲になります。あれ意外と時間ありますか。7分ぐらい。じゃあちょい巻きぐらいですかね。そうですね。